三友株式会社ソリューションデザイン本部の川上でございます。今回インタービーでご紹介する商品がこちらの、三友メディアバケットという商品です。この商品は、ご覧のようにNASのサーバーになってます。でスピードが2ギガのスピードの、高速のNASのストレージになっております。で今回紹介しているのが、3タイプ、スピードに特化したもの、あとスタンダードタイプ、それから容量のたくさんあるもの、その3つの商品を、こちらのブースで紹介しています。NASですので、お客様の、ワークスタイルに合わせて、自由にカスタマイズできる商品となってますので、ぜひご利用いただきたいなというふうに思っています。メディアバケットはファイル共有サーバーストレージ製品です。ハードウェア、レイドコントローラーを搭載することでファイルサーバー上の負荷を低減し安定したパフォーマンスを提供します。特徴としては高速アクセス、それから価格がかなり低価格の商品になってます。また大容量で増設が可能となってます。安心サポート機能もあるので安定した運用が可能です。三友株式会社第一営業事業部プロフェッショナルソリューション営業2グループ金沢と申します。今回計測技術研究所 4K フォーカスアシストユニット FAP1 を紹介させていただきます。こちらの商品は日本放送協会さんと計測技術研究所さんが共同開発された商品で、 4K のカメラ映像をフォーカスアシストする機械です。フォーカスであった部分のピントの部分を色を変えて表示させることができます。フォーカスが甘くなっている、そういったところをより忠実に表現できるので 4K 制作で撮影される方にとても便利な機械となっております。最後にアイコムの LTE トランシーバーを紹介します。こちらのトランシーバーなんですけど、一見普通のトランシーバーなんですが、中に SIM が入ってます。で人口カバー率 99% の au の 4GLTE 回線で日本全国をカバーしています。ですから東京に1台で、例えば九州に1台、北海道に1台、持たれている方がいれば、3人で同時通話ができる、そういったトランシーバーです。操作資格や免許、そういったものは一切不要でご利用いただけます。でオプションで、マイクですとか、あとヘッドセットが準備してますので、合わせてご利用していただけると便利です。